はい、おはようございます。 AM スタバンです。今日もよろしくお願いいたします。さあ今日なんですけども、年を取ると人間ですね、必ずどこかしらがずっと痛い、こういった話をねしてみようと思います。よろしくお願いします。はい、でね、これね、皆さんもね、あんまりこう年齢に関係なくですよ、やはりあの肩が凝るだろ、首が痛いだろ、やっぱ腰が痛いとかね、あると思うんですけども、今日の話はですね、20年前だか15年前だかに、まあ、とあるテレビ番組で、もう今はやってない番組なんですけども、某ね、有名タレント2人がこう会話してる中で出た話なんですよね。人間年取るとね、どこかしらが必ずもうずっと痛い、こういった話なんですよね。僕その時はですね、多分20代でその話聞いてね、マジかーみたいな思ってたんですけども、さあ今ね43歳ですよ。あれからですね、まあ多分20年ぐらい経ってるんですけども、これね本当でしたね。まあでもね、まだ今の僕の体験は、僕よりね年の上の方から比べたらね、甘ちゃんだと思うんです、甘っちょろいと思うんですけども、で僕の場合はですね、まあ腰ですね、調子のいい時もあるんですけど、基本的にやっぱね腰がちょっとね痛めやすいっていうか、痛くなること多いなーっていうのがあるんですよね。あとは僕ね、左膝のねこの辺が痛いんですよね。伸ばす分にはいいんですけど、曲げた時ですね、強く曲げると結構痛むんですよ。で右肩がですね、ちょっと聞いてもらっていいですか、こうボキ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 音が鳴るんですよ。多分ねなんかぶっ壊れてるんですよ。でここはね常時痛いってことはないんですけど、左肩に比べてなんかね、あの疲労を感じやすいっていうか、疲れやすいなっていうのがあるんですよね。まあね、そんな感じで、例えばね、僕の話でこう膝に関して言えば、あれ痛えなと思ってね、まあほっとけば治るかなと思っても治んないと、もうねずーっと痛いですね。腰もですよ、ほんとね、あの慎重にっていうかね、腰大事にしてやらないとって思いでずっと生活してるんですけど、まあ無茶できんなっていうかね、まあそういった状況ですね。でなんだかんだでね、やっぱどっかしらは必ずずーっと痛いんですよね。なんでしょうね、多分ね体がこう壊れやすくて、なんかボロが出やすくて、で治りが悪いっていうかね、完治しないっていうかね、そういった感じじゃないかなと思うんですけど、まあそういった状況です。ってことで、僕がね多分20代前半だったと思うんですけども、約ね20年前ぐらいに聞いた、ポッと聞いた話で、アホかと、年取ると人間体どっかしら必ず痛いねんでみたいな、まあワード話を聞いて、で今43歳、これねほんまやったなと思ってる自分がいるんですよ。普段の生活でね、あのおじいちゃんおばあちゃんとかと近い距離で生活されてる方は、あーたたたた腰が痛いとか膝が痛いとか、多分まあ見てるとその辺も痛感すると思うんですけど、なかなかですね、こうやっぱ直接的なこのねトーク内容っていうか、ワードこう聞き込むとか、こういった話を聞いてね、自分のことに置き換えて受け入れてみないと、なかなかねこう普段意識しないと思うんで、はい、というわけでね、今もう元気ピンピンでですね、こう無敵の無双状態の方でも、多分ですね年取っていくとですね、どっかしらこうね壊して痛みが出てくると思うんですよね。それがずーっと続くみたいな、そういった時にですよ、あ、この人がね言ってたこの話ほんまやったなーってね、まあ、共感してもらえればね嬉しいかなと思います。もうね無理せずですよ、体大事にねこうやっていきましょう。はい、というわけでね、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ほんとねもう膝ほんと痛いから。